NHKFM。 イエーイ、ライビーベイビー、ワン・ツー・スリー・ファー。こんばんは。暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。ライブビートナビゲーターの古賀豊です。今回 NHK 渋谷505スタジオで収録したライブからお聴きいただくのは、8月5日に収録した敏腕ベーシスト松永貴義さんのバンドです。日本にダブという概念を根付かせた功労者ミュートビート、そのキーマンがベーシスト松永貴義さんでした。音そのもののとてつもない深さ、寡黙で雄弁なフレーズ、どこまでも潜り込んでいくようなグルーヴの凄み、圧倒的なテクニック、バンドの次元を一層高いところに押し上げるプレーは圧巻でした。それもそのはず、音楽学校ではクラシックを学び、タンゴ、ハワイアンや民族音楽にも精通している音楽的なキャパシティは半端ではありません。バンド解散後は、高田渉さん、カルメン・マキさん、橋健さん、中島美香さん、小泉京子さん、ピチカート5などなど、その個性的なプレーで数えきれない現場から引っ張りだこ。また桜井義樹さん率いる謎多きアメリカンストリングスバンド、ロンサムストリングスのメンバーとしても腕を振るっております。そんな最高に頼りになるセッションの鬼が、今年初めて発表したリーダー作がザ・メインマン。松永さんが信頼する一癖も二癖もある達人が勢揃いしております。思うままに腕を振るった素晴らしいセッションアルバムになりました。今回のライブはそのレコーディングメンバーから、ドラムに井浦秀夫さん、ギターに桜井義樹さん、キーボードにエマーソン北村さん、トロンボーンに増井明人さん、サックスに矢口博康さんと福島美希夫さん、そしてボーカルに宮武のぞみさん、石川由美さん、飯田希和さんが駆けつけました。唯一無二の個性の持ち主ばかりです。贅沢の極みでございます。悪かろうはずがございません。今回お送りする中でとりわけ印象的なのは、昨年12月に亡くなったトロンボン奏者コンポーザー大原豊さんの残した3曲です。今まで発表されなかったのが不思議なくらいシンプルで、魔法のような旋律は感動的ですよね。松永さんと井浦さんの驚異的なリズムセクションを軸に、自在に各楽器が会話のようなプレーを聞かせ、圧倒的なグルーヴを堪能させてくれます。リズムはレゲエであっても、ジャズやブルースなどの影が背後に見えてくるのも面白いと思います。アルバム未収録の3曲を含む全10曲、しかもエマーソン北村さんのリズムボックスプラスキーボードというソロが3曲も楽しめてしまう贅沢。この夏最も楽しんでいただける素晴らしいライブと言えるでしょう。松永貴義さんです。
ースの松永と申します。で今度はザ・メインマンっていうタイトル の CD が出まして、でそのバンド の CD に参加してくれた人で、今日しどろもどろで、お送りしてます。ね、それで僕もだいぶ前なんだけど、小島さんのバックでね演奏したこともあるんですよ。小島さんのファンの方も一つ温かい目でじゃあ演奏続けます。
曲目だけご紹介いたします。1曲目やったのは、アフリカの曲でママシーレオガっていう曲です。2曲目はウィリー・コロンってサルサのトロンボン奏者が作ったジャジーっていう曲 で3曲目が、大原豊さんっていう方の作った曲で名前がカミナンド・デスパシオっていう曲で、今のが、松竹谷清さんっていう人が作ったトゥーステップっていう曲です。でこれからのコーナーなんですけど、エマーソン北村さんが、はい、ソロで3曲ばかし、はい、演奏していただきたいと思います、はい、どうも、ご紹介いただきましたどうも、エマーソン北村です。ちょっとね、この時間を借りて、一人で少しやろうと思うんですけど、まあ、松永さんのね、素晴らしいベースの前でこんなやるのはね、まあもう程があるっていう感じなんですけれども、しばらく、聞いてってください。ムングローっていう曲です。
本語にすると最も美しいものっていう感じですかね。そういう曲を聴いてください。
ありがとうございました。じゃあもう一曲だけ、やらせてください。セレスタンっていう曲を聴いてください。ありがとうございました。山本さん、北村でした。
では、再び、バンドで演奏したいと思います。じゃあ大原豊さんという人の曲を2曲ばかし読みます。Thank you.
どうも。じゃあ最後の曲やります。コーラスのお姉さんが3人参加するんですけど、リコ・ロドリゲスという人のアフリカという曲をやります。Thank you.
がとうございました。メンバー紹介をさせてください。ギター桜井よしき、ドラム井上秀夫、キーボードエマーソン北村、トロンボーン増井明人、サックス、矢口博康、サックス福島美希夫、コーラス 石川由美、宮武のぞみ、飯田希和、私松永でした。どうもありがとう。はい、いかがだったでしょうか。松永貴義さんのライブ、お送りした曲はママシーレオガ、ジャズィー、カミナンドデスパシオ、トゥーステップ、そして次からはエマーソン北村さんのソロでムーングロー、コイザマエスリンダ、セレスタン、そしてまたバンドに戻ってウォークスローリー、よろしくアフリカ、以上10曲でした。感想なんですけどね、いや、ほのぼのとしたね、こう暑い夏にはぴったしのライブでした。しかしね、このグルーヴはね、気持ちよすぎですよね。こう難しいことはね、やっていないように見えるんですけど、この僕らのね、こう気持ちよいと感じる感覚に見事にジャストフィットするツボを押さえまくったリズムはさすがです。野外でね、ビール飲みながら聴きたい、体を動かしたい、そんな、ライブにぴったしの松永さんでした。この番組では NHK 渋谷505スタジオで行われる公開録音の参加者を募集しております。現在募集しているのは9月2日、曽我部圭一さん、ソロとしては初登場です。ニューアルバムストロベリーを引っ提げての登場、この温かく甘い声が505スタジオを満たします。締め切りまであとわずかです。お急ぎください。このライブをご覧になりたい方は必ずオフ書きに見たいアーティスト、住所、氏名、電話番号、番組の感想、今後の出演希望アーティストを書いて、郵便番号 150-8001 NHK FM ライブビート観覧希望の係まで8月26日1日必着でお送りください。さて、次回は鈴木圭一さんのご案内で BBC ライブをお送りいたします。お聴きいただくのはザ・キンクス、次にお会いするのは9月1日、小島真由美さんが登場いたします。お楽しみに。それでは騒音寺の社会の窓からお聞きつつお別れです。お相手は小川豊でございました。それではさよなら。何が見える、社会の窓から、何が見える、社会の窓から首を出して、社会の窓から。